アンバサダーでもらったアジサイ、ラグランジやクリスタルベールの植え付けをしていきます。 PW さんのサイトに行ったらラグランジアの育て方ということで詳しい情報が載っていましたので、そちらにのっとって植え付けをしていきたいと思います。まず植え付ける鉢のサイズなんですが、二回り大きい鉢が良いということでした。いただいた鉢、これ15センチと書いてありました。15センチっていうことは5号なので、二回り大きいということは7号なので、こちらの7号のロングスリット鉢に植えていきたいと思います。こちらの赤アジサイの土を使っていきたいと思います。こちらのクリスタルベール、店頭に並ぶまでは青色の花が咲くような土で育てられているそうです。ですので青いアジサイの土を使えば綺麗な青色の花が咲きますし、こういった赤アジサイの土や、あとは草花用の培養土、これを使って植えると来年花の色がピンクに変化することがあるということです。注意点としては、1年目の苗をそのままいきなり地植えにすることは避けた方が良いとのことです。2年目以降は地植えにするか、鉢植えだったら15鉢以上の鉢に植え替えると良いとのことです。ポットから抜いてみます。はい、こんな感じで結構根が張っています。肩の土落としていきます。はい、こんな感じで軽く根をほぐしました。ベニカ X ガード流剤、こちらを混ぜていきます。元肥としてマイガーデンを入れます。はい、土を入れ終えたのでリキダスでお水やりをします。はい、今回使った赤アジサイの土、主な配合原料名を見るとピートモス、クリプトモス、パーライト等となっています。クリプトモスって初めて聞きましたね。ちょっと後で調べてみたいと思うんですが、ピートモス主体だったのでかなり水が染み込みにくい感じだったので、じっくりと時間をかけて水やりをしていきたいと思います。はい、リキダスの水が染み込んでいないのに鉢底から流れ出てしまってもったいないので、バケツを持ってきました。ピートモス主体の土って本当に染み込みにくいんですよね。なのでこう箸でつついたりしてお水となじませた方がいいと思います。一番いいのは使う前にあらかじめ水と土とよくなじませてから植え付けするのが
ベストだとは思うんですけど、なかなか面倒で私やらないんですよね。植え付けの時に泥でぐちゃぐちゃになるのがちょっと億劫で、一番ダメなのは表面だけにしかお水がかかっていないのに、もうそれで水やり完了って終わりにしてしまうのが一番ダメだと思うので、この辺りとか分かりますか、全然水がね染みてないんですよね。表面は今箸でかき混ぜたので染みてるんですけど、ちょっと掘ると乾いてるんですよね。で今バケツにつけたので鉢底からも水が吸えると思うので、しばらくこんな感じで吸わせて他の作業に移りたいと思います。1時間以上このバケツにつけておいたので、ある程度水は染み込んだんじゃないかなと思います。指で触ってみた感じもしっかりと湿っていますし、あとこう持ち上げてみてずっしりと重たい感じがするので大丈夫だと思います。置き場所なんですが、一日中よく日の当たるところ、もしくは午前中日が当たって午後は木陰になるところが良いそうです。あとポイントとしては、花が終わった後から晩夏、夏の終わりまで肥料を切らさないこと、これが来年の花つきを良くするためのポイントということです。今日植え付けたばかりなのでまだ追肥はしませんけれど、10日ぐらい経ったら置き肥をして肥料を切らさないようにしていこうと思います。あとは週に1回1000倍から2000倍に薄めた液体肥料をやると良いそうです。今回の動画は以上になります。他にも夏越しとか剪定とか冬越し植え替え、いろいろな作業を行い次第動画にしてアップしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。